はい、今ですね、この加圧トレーニングの、指導をしていただいたわけですけども、はい、この鶴橋にあるジムの、はい、まあ、会員さんのですね、いろいろな、メニューとかがあると思いますので、はい、トレーナーの方に今日はちょっとお参照を伺いたいと思います。ご紹介していただけますか。はい、加圧リハビットの、はい、唯一の女性トレーナー、はい、加藤よしこ。はい、わかりました。じゃ加藤よしこトレーナーです。おはようございます。はい、では加藤さん、こちらのですね、加圧リハビットの会員様、いろいろな種類の会員のスタイルがあると思うんですけども、ちょっとご紹介いただけますか。はい、通常は、1万3650円、はい、料金の中で4回トレーニングが受けられて、30分のトレーニングが4回ですね。はい、それ以降5回目以降が追加で2500円で追加で30分のトレーニングができます。なるほどね。あとお昼の会員様、はい、10時から5時までの平日のみ、はい、ご利用の方、そこから2100円安い1万1150円。なるほどね。4回来られる。はい、そうすると、私もジムに毎日通っているんですけども、はい、そんなに毎日来なくても大丈夫な感じですか。そうです、週1のトレーニングプラス、まあ、はい、ダイエットの方とかだと、ええ、まあ、なるべく歩くようにしてくださいとかの指導は。なるほどね。はい、加藤さんご自身もこの加圧トレーニングもちろんされていらっしゃると思うんですけども、はい、どんなところがやっぱりこれいいなと思いますか。時間が短く済むので、はい、それ忙しい時でもできるので、はい、それがとてもいい。そうですね、はい、短い時間で結構皆さんがこう苦しんでですよ、重い重りを持ってやるトレーニング以上の効果が期待できちゃうという感じがしますね。はい、あとこのジムちょっとご覧いただきたいんですけど、すごいシンプルな作りになってまして、あまりトレーニングのですね、機械がないんですね。まあ、自転車サイクル式のものが2つここにあるのと、あとこちらにちょっとベンチが何個かある、それとステップがいくつかこう置いてあるぐらいのですね、この機材の中で、まあ、最大限の効果を出すということになっておりますけれども、現在こちらの加圧リハビットさんには何人ぐらいトレーナーさんがいらっしゃるんですか。トレーナーは4人で、4人いらっしゃるということですけど、はい、尾崎さん、そして、稲川さん、そして顧問の森田先生が、今日も爽やかにまつげが長いですよ。そして、今お話を伺いました加藤さん、そして田中さんということでございますね。今会員さんはこちら何名さんぐらい、何名様ぐらいいらっしゃるんですか。180名。あ、まあ、180名の会員の方がこう時間差で通っていらっしゃるということですね。はい、ということで、スタッフトレーナーの加藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、はい、OK です。